次に福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君、はい、福島みずほ君。はい、社民党の福島みずほです。東電社長は1号機の弁当海水注入についていつ指示を出されましたか。東電社長、清水参考人。はい、弁当と海水の時期の問題だ。弁当といいますのは、その準備から実施に至るまで、発電所長がその具体的な指示を出すわけでありますが、極めて重大な措置でありということから、私自身、対策本部長として、現地との、テレビ会議、あるいは電話連絡を通しまして、その実施に関わる発電所長の指示を、確認、了解すると、こういうプロセスを経ます。それで具体的に申し上げますと、1号機、2号機の弁当の実施につきましては、3月の12日、午前1時から、1時半の間に、私は確認了承いたしております。また3号機の弁当につきましては、当時、さまざまな作業が複数しておったということもございまして、恐縮ですが、やや曖昧な部分もございますので、具体的な時間をちょっと申し上げるのは難しいと、こういう状況でございます。それから海水でございます。で、海水につきましても、これは早い段階から、検討してきております。それでこれも発電所長がその準備、あるいは実施に向けての、具体的な指示を現場でこう出すわけでありますが、これも大変、海水を注入するという大変大事な措置でございますので、私自身も対策本部長として、実施に関わるその発電所長の指示を確認し、了解すると、こういうプロセスを経ております。それで、最初は淡水を注入しているわけでございますが、淡水注入後、海水をこう海水に切り替える、特に1号、3号機が、そういうプロセスを経たわけですが、当然、その淡水の量には限度がありますので、その当然、海水に切り替えるということを予見した上で、淡水注入中にすでに、その確認了承というのはもうすでにいたします。またその詳細な時間でございますが、これも大変恐縮ですが、大変さまざまな作業が複数している中での若干曖昧な部分もございますので、具体的な時間については、ちょっとここでは大変お答えが難しいと、このようにお答え申し上げました。福島みずほ君。いや、教えてください。海水注入の時間はっきり言ってくださいよ、重要なことです。あなたがいつ指示出したのか。清水参考人。海水を実際にやった時間は、これは判明します。指示した時間言ってください。で、それは今申し上げましたように、それぞれの号機について、海水だけではなくてさまざまなオペレーションが行われている中での判断でありましたので、これはですね、その時間のやつは発電所も含めた、これからの、いわゆる調査委員会での時間の検証をこれからしてまいりたいと思いますので、現時点ではちょっと正確な時間がちょっと申し上げないと、こういうことでよろしくお願いします。清水参考人、質疑の時間でございますから、この点について、今明確にできないなら、広告しっかり調べて言うか、はい、お分かりならここで誠実にお答え、はい、お答えください。分かり次第、後ほど報告申し上げます。通告してるからダメです。今まで1週間ぐらい言ってるじゃないですか。ダメですよ。大変の繰り返しになりますが、各号機それぞれ その了解確認をした時間というのがちょっとまだ正確な時間が現時点で分かっておりませんということでございます。ぜひご理解を賜りたいと思います。福島委員、もう一度質問してください。はい、福島委員。東電は1号機、2号機、3号機の海水注入について、いつ指示を出しましたか。清水参考人。まず海水を注入した時間をちょっと確認させていただきます。それを遡って、いつ判断したかと、こういうことにあいなろうかと思います。客観的に答えてくだされば結構です。まず1号機であります、海水注入した時間が3月の12日の20時20分ごろでございます。
で、それに先立ちまして、14時50分ごろには、それまで入れておった淡水を停止しております。それで切り替えてます。したがって、その海水指示というのは、その淡水停止の前の時間、その範囲ということは当然考えられるわけです。正確にそこはちょっと申し訳ないですけども、何時頃ですか。それ以前の範囲で、いや、そんなおかしいですよ。淡水やってて海水注入。委員長、福島みずほ君、海水注入の指示を出した時間を言ってください。清水参考人。ですから今申し上げた1号機につきましては、14時50分に淡水に、淡水を停止して、それ以前の時間というところまで分かっておりますが、その具体的な時間がちょっとはっきりしてないということを申し上げております。それから2号機でありますが、これ、3月14日の19時50分ごろに海水を注入いたしております。したがって、それ以前の段階で、当然、海水注入を指示しているということで、その時間が非常に作業服装の中で正確にまだその把握できないと、こういうことでございます。それから3号機は3月13日の13時10分ごろに海水注入しておりますが、それ以前はやはり淡水を注入しておりました。それで淡水をから海水に切り替える時間、これが3月の13日の13時10分ごろでございますが、それ以前に発電所長の指示を確認了解しているということで、正確な時間は申し上げませんが、ちょっとさまざまな服装の中で何時何分というのがちょっと定かに申し上げられないということでご理解賜ればと思っています、はい、福島みずほ君、そもそも指示出したんですか。清水参考人、はい、これは発電所長の指示を私は確認了解をいたしております。福島みずほ君、発電所長の指示の時間を教えてください。そしてあなたが指示を出した時間を教えてください。清水参考人、はい、その発電所長の指示の時間もちょっと今調べております。これから通告してるじゃないですか。発電所長の指示ですね、はい、発電所長の指示、あなたが指示を出した時間言ってください。じゃあそれちょっと調べさせていただきますか。福島みずほ君、いや待ちます。暫時休憩いたします。理事会を再開しますので、そのままお待ちください。委員会を再開いたします。休憩前に引き続き平成23年度補正予算3案を一括して議題とし、締めくくり質疑を行います。清水参考人に申し上げます。本委員会は被災地の方々が待ちに待っている補正予算の最終的な段階の締めの総括審議を、質疑をやっております。そして内閣総理大臣をはじめ、政府、閣僚すべてが出席のもとに、党予算委員会で最終的な議論をやっている、その参考人であるということを十分自覚をしていただいて、福島みずほ委員の質疑に対して、正確に、誠実にお答えを願います。福島みずほ君。はい、東電社長は1号機、2号機、3号機の海水注入について、いつ指示を出しましたか。清水参考人。大変お時間を取らせて申し訳ございません。1号機、2号機、3号機、それぞれ、正確な時間については現在調査中と先ほどちょっと申し上げました。それで1号機につきましては、3月の12日の午前10時から14時50分の間、そして2号機は3月の14日の13時30分から19時50分の間、失礼、2号機ですね、ごめんなさい。それから3号機は3月の13日の9時10分から13時10分、
の間ということは分かっております。それでご質問のその正確な時間というのは、これから実はその発電所長、第一線の発電所長との、やり取り、これをしっかり我々としてもう一度確認させていただいた上で、改めてお答え申し上げたいということで、ご理解賜ればと思います。福島みずほ君。質問通告してますし、これ、ずいぶん論点になってるんですね。では、東電社長、所長が海水中について上申した時間、あなたが判断した時間、具体的に指示した時間を、教えてください。清水参考人。例えば申し上げました、今のその幅で申し、時間の幅で申し上げましたが、その間の正確の時間は、これから第一線の発電所長との確認作業をしっかりさせていただいた上でということで、ご理解賜ればと思います。福島みずほ君。質問通告してるでしょう。清水参考人。なぜ確認が遅れましたか。はい、ご案内のとおり、現在、最前線の福島第一は事態の収束に向けて大変今、まださまざまなオペレーションに取り組んでおるという、そんな事情もあって、少し時間がかかっているというご事情もご理解賜ればと思います。福島みずほ君。理解できません。福島みずほ君、質疑の方。もう一度お願いします、はい、今まで明らかにしなかった東電の姿勢が問題です。きちっと調査の上、大至急この委員会に出してください。あるいは本日中、所長に電話をして確認して、本日中にでも委員会に言ってください。ただいまの福島委員のご指摘に、ご質疑に対しては、当委員会において理事官で協議いたします。どうぞ、福島みずほ君。12日夜6時、総理は第一、福島第一について、海水注入すべきと指示を出しています。なぜ2号機、3号機、2日間遅れるんですか。これは、東電。清水参考人。2号機、3号、海水注入の2号機、3号機のお話でございますが、2号機はいわゆる原水炉の隔離冷却系が起動しておったということであります。したがって、それが停止するまではその機能を維持しておったということで、3月14日の19時ごろになったということでございます。それから3号機でございます。3号機もこれはやはり隔離時冷却系が作動しておりましたが、3月の13日にこれが機能を停止いたしました。それから淡水を入れ始め、海水に切り替えた。この時間が3月13日の13時10分ごろということで、時間差があるということでございます。福島みずほ君。総理の指示があったにもかかわらず、なぜ遅れたんですか。清水参考人。海水の注入作業、ご案内のとおり、大変外部電源が装置され、大変厳しい状況の中で、作業を続けるという、極めて難しい環境の中での作業になりました。それで、その準備作業等々に時間がかかってしまったということでございます。福島みずほ君。嘘じゃないですか。だってあなたは3月14日の1時から19時の間に判断したって言っていて、総理の指示は12日ですよ。海水注入が遅れたからこんな事故が広がったんじゃないですか。清水参考人。これは現場の状況としまして、今もちょっと申し上げましたように、大変さまざまなオペレーションが重なる中で、煩雑している中での作業ということでございましたので、少し時間がかかってしまったということで、ご理解賜ります。福島みずほ君。違うんです、私がなぜ東電社長の指示の時間にこだわるか、現場が混乱してるんじゃないですよ、あなたの指示が遅れてるんじゃないですか。
清水参考人。今、2号、3号で申し上げましたとおり、冷却系も動いておったというようなこともありまして、それで私の指示する時間、その幅でありますけれども、それが少し動きによって変わっておったということでございます。福島みずほ君。海江田大臣、ベントと海水注入が遅れた、あるいはこの経過について説明してください。海江田担当大臣。これを一つ一つについて例えば今お話のありました炉に対する海水注入でございますが、これは先ほどお話のありました18時総理からの指示というのは、これは第1号機でございます。でやはり一番最初に1号機に注入をいたしましたけれども、これにつきましては先ほどこれは社長からもお話がありましたけれども、14時53分にまずそれまで約8万リットルですけれども、消防車を用いて真水を注入をしていたわけでございますが、これが14時53分の時点で停止になりました。そうしますと、この真水でのこの注入が終わってまいりますと、まさにもう水で冷却をする手法がなくなりますから、そこで一刻も早くこれは真水がダメなら海水で注入をしなければいけないということを、まさにこの14時53分が終わってからずっともう議論、そして度重なる指示をやっておりまして、そして最後に先ほどお話をしたように18時に総理からの指示もあり、私が保安院に対して指示文書の準備をするよう指示をしたところであります。そうしましたところ、19時04分にこれ私どもの資料でございますが、一旦ですね、東京電力が福島第一原子力発電所の1号機の海水注入試験です、試験の注入をこれを開始をして、そしてこれが19時25分に停止をしました。ですから20分間ぐらい試験をやりましたけど停止をしました。そして時刻は刻一刻と過ぎていきますので、再度重ねて総理からの本格的な注水をやれということで、そこで私が先ほど答弁をしましたように20時05分ですね、これで原子炉等規制法の第64条3項の規定に基づいて、第一福島第一原子力発電所の1号機の原子炉容器の健全性を確保することをこれは命令をしたと。そして20時20分、福島第一原子力発電所1号機に対して消火系ラインを使用して海水、そして同時に放散による放散も混ぜました。これは水素爆発の可能性がありますので、そして注入を開始をしたということでありまして、これが1号機についての説明でございますが、今このほか一つ一つについてお話をすると大変長くなりますけれども、私どもはやはりこのまず水での冷却というのは大変 大切な要素だと思っておりましたから、淡水にがそれがもうなくなれば、これはもう海水にすべしということを申しておりましたし、ベントにつきましてもやはりもちろんベントを行うことによって放射性物質が環境中に飛散をされるということはございましたけれども、やはり炉の爆発によって大量にこれが、環境中に飛散されることに対してやはりそこで判断をして、その意味では指示あるいは命令をしたところでございます。福島みずほ君。ベントも海水注入も大変遅れます。事故がそもそも地震があった直後、冷却系が失われていることが明らかで、初動がやっぱりまずいです。東電、いろんな事実関係を明らかにしてください。次に、今朝の新聞に、ラジエーター熱交換器によるものを断念とあります。これは事実ですか。東電に聞いておられますか。東電です。清水参考人。そのラジエーターというのは熱交換器です。福島みずほ君、立ってもう少し具体的に質問をしてください。どのラジエーターというのはどこの熱交換器じゃないか。冷却系のです。福島委員、ちょっと立って福島みずほ君。本来の冷却システムである熱交換器の復旧を断念とありますが、そうですか。
清水参考人。いや、その件はちょっと後ほど確認させていただきたいと思います。事実関係をですね、福島みずほ君。今朝これが載っててびっくりしました。つまり工程表の冒頭からつまずいてるわけですね。どなたに質問されてますか。東電です。清水参考人。これちょっと正確にですね、事実関係を確認させていただきたいと思います。福島みずほ君。断念してるんですか、してないんですか。清水参考人。断念してると思いますが、その経過、正確なところをちょっとはっきり把握させていただきたいと思います。福島みずほ君。はい、断念しているということは、工程表の冒頭、冷却系、熱交換系でやることが、冒頭からこれ、つまずいてるんですよ。よろしいですね。清水参考人。いや、曖昧な申し方で申し訳ございません。これは未確認でございますので、これをしっかり確認いたします、これからですね。それからご返事したいと思います。それから確認してから、しっかりと事実関係を。これはちょっと未確定な情報なんで、僕も確認させていただきたいと思います。福島みずほ君。さっき断念したとおっしゃったじゃないですか。違うな。清水参考人。これは大変申し訳ございません。これ未確認でございますので、これからしっかりと確認させていただきたいと思います。福島みずほ君。福島みずほ君、あなたの判断はどうなんですか。清水参考人。これから確認させていただきたいと思います。福島みずほ君。海江田大臣どうですか。海江田担当大臣。おっしゃるように、この熱交換器のことは、このステップ1のですね、対策の13で書かれております。これは大変重要なポイントでございます。原子炉の熱交換機能の回復という形で、確保しまして、熱交換器の設置も検討ということで、私どもがこれ、東電から聞き取りをやりましたのは、今の熱交換のシステムがございます。建屋の中にあります。ですから、これを修繕をして使えるのか、あるいは使えない場合は外にですね、熱交換のシステムを作るということを最初から言っておりましたから、ですからその意味では、外に作るか、それとも中のしっかり資料し修理をして作るかは、まだそれは東京電力に聞いてみなきゃいけませんが、そういう2つの方法を考えていたというふうに承知をしております。福島みずほ君。いや、これ、熱交換器を使うことを断念と書いてあるので、工程表を作り直さなければ。社長、熱交換器を断念したら、工程表の作り返しなくちゃいけないですね。清水参考人。熱交換機能を確保するというのは、これはもう極めて大事なことでありますから、その方法は今、海田大臣からもありましたように、これはこれからどういう方法にするかということを、しっかり確認したいというふうに申し上げているわけでございます。福島みずほ君。はい、東京電力は発電、送電を分離し、送電部分を売却し、損害賠償に努めるべきだと考えますが、いかがですか。清水参考人。これから私どもは、合理化、スリム化に最大限取り組んでいくつもりでございますが、その前提としましては、やはり電力の供給に必要不可欠なもの以外は、もう正義なくやりたいと思っておりますが、送電設備等々は、これは電力供給の必須の設備ということでございまして、これを売却するという考えは今とございません。福島みずほ君。地域独占であぐらをかいた結果が今回の事故ではないですか。自然エネルギー促進のためには、発電と送電を分けるべきだと思います。東電、送電線を売って、ちゃんとやるべきじゃないですか。清水参考人。これは電力の供給システム、体制の在り方ということにも相なると思いますが、
現在、福島第一原子力の事態の収束に全力を傾けている現状において、そのあり方、体制論については、ちょっと現時点では私の方から言及はと避けたいと思います。福島みずほ君。はい、経産大臣、どうですか。海江田経産大臣。お答えをいたします。これは本当に慎重に検討をしなければいけないと思っておりまして、そして特にやはり今1都8県に東京電力は電力を供給をしているわけでございますから、この義務もしっかりと果たしてもらわなければいけないと思っております。福島みずほ君。地域独占はやめるべきです。官房長官、東京電力の賠償に上限はないという理解でよろしいですね。枝野官房長官。ご承知のとおり、原子力損害の賠償に関する法律では、原子炉の運転等の際の事故により、損害を生じた場合には、原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずるという無過失責任が規定をされております。これにはただし書きで、その損害が異常に巨大な天災地変、または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではないという例外規定がございますが、昭和36年の法案提出時の国会審議において、この異常に巨大な天災地変について、人類の予想していないような大きなものであり、全く想像を絶するような事態であるなどと説明されております。今回の事態については、国会等でもこうした大きな津波によって、こうした事故に陥る可能性について指摘もされておりましたし、また大変巨大な地震ではございましたが、人類を過去に経験をしている地震でございます。そうした意味では、この正し書きに当たる可能性はない、したがって上限はないというふうに考えております。福島みずほ君。はい、浜岡原子力発電所が位置する東海地域で30年以内に地震が起きる可能性は 70% ということでよろしいですね。これはどな経済産業大臣。寺坂原子力安全保安委員長。お答え申し上げます。中部電力浜岡原子力発電所が位置いたします東海地域を震源域とする想定東海地震の発生確率等につきましては、平成今年文部科学省地震調査委員会が本年の1月1日を基準日とした算定結果を公表してございます。これによりますと、30年以内にマグニチュード8程度の想定東海地震が発生する確率は 87% というふうになってございます。福島みずほ君。はい、浜岡原発の耐震設計についての最終結論は経済産業大臣、出ておりませんね。海江田担当大臣。浜岡原発につきましては、マグニチュード8の東海地震やマグニチュード 8.5 の南海トラフ沿いの地震を考慮し、安全が確保されて余裕を持っていることを安全審査において確認をしております。しかし津波におきましては6メートルを想定しておりましたけれども、地震動津波とも東海、東南海、南海の3つの震源が連動することを想定するなど、新たな知見を取り入れて、今、耐震バックアップチェックの確認を行っているところでございます。福島みずほ君。はい、浜岡原発は地震のバックチェックが終了していない、つまり保安員安全マークがついていないということでよろしいですね。海江田担当大臣。今そのバックチェックをしているところでございますから、今の時点ではまだということでございます。福島みずほ君。はい、経済産業大臣は原子炉等規制法36条1項電気事業法40条に基づき使用停止命令が出せます。浜岡はさっきあったように 87% 30年内に地震が起きる、かつバックチェックが行われてないんです。まだ安全だと保安員ですら言えないんですよ。だとしたら、さっき言った条項に基づき海田大臣、停止命令出すべきじゃないですか。海江田経済産業大臣。私も現地に行ってしっかりと見ていきたいと思っております。福島みずほ君。福
島美蔵君。津波対策はこれからですよね。防潮壁をこれから何年かかかって作る。つまり津波対策もできてない、地震対策も保安院も安全マーク出してないんですよ。だったら停止命令出してくださいよ。海江田担当大臣。まずこの浜岡原発につきましては3号機の問題がございます。この3号機につきまして今これからどういう判断をするかということがまず迫られますので、それに対するしっかりとした判断をしていきたい、そのように思っております。福島みずほ君。総理、安全でない原発は動かさないとかつて、委員会でおっしゃってます。浜岡津波対策できてないんです。それから耐震設計についてもゴーサイン、保安院も出していません。地震が30年以内に 87% 起きる。万が一地震が起きて事故が起きたら政府の責任ですよ。危ないものは止めてください。菅総理大臣。まあ、現在、浜岡原発は4号機、5号機が運転中で、3号機が定期検査中と承知をいたしております。まあ、そういう中で、今回の原子力事故を経験して、より地震、あるいは津波に対する安全性の確認が必要だと思っております。この原子力、いわゆる東電福島の原子力発電所の事故についても、これから、事故調査委員会等を作って、他の原子炉についての安全性についても、いろいろ議論が必要でありますが、今ご指摘の問題も含めて、必ずしも福島の問題の結論が出るまで待つことなく、しっかりと検討をしてまいりたいと、こう思っております。福島みずほ君。文科大臣、20ミリシーベルトについて、大人と子どもで同じでいいというお考えなんですか。高木文部科学大臣。福島委員にお答えをいたします。この暫定の的な考え方についてはですね、まず第一に、できるだけ放射線量を浴びないようにする、まあ、そういうことで、設定された数字でありまして、直ちに20ミリシーベルトの放射線を浴びるという意味ではありません。そして、今、お尋ねの大人、子どもの問題ありました。まあ、これはですね、いまだ福島第一原子力発電所が事態が収束をしていない状況の中で、国際放射線防護委員会、いわゆる ICRP の勧告を踏まえて、これは大人にも子どもにも適用されるということにされております。したがって、緊急時の被爆状況における参考レベル、これは年間ですね、100ミリシーベルトから20ミリシーベルトのうちの最も厳しい値である20ミリシーベルトを出発点、そして事故後の復興期における参考レベルである年間1から20ミリシーベルトを暫定的な目安として、今後できるだけこの線量を減らしていく努力をすることが私たちに求められております。なお、福島県の地域の状況も十分に勘案しなければなりませんし、東電にして子どもの心理的ストレス、これにつながらないようにしなければなりません。したがって私どもとしましては、この考え方を原子力安全委員会の助言を得て、原子力災害対策本部の見解を踏まえて決めさせていただいたものでございます。なお、日常的に私どもとしましては、正確なモニタリングが必要だと考えておりまして、特に比較的線量の高いところには、教師の皆さん方に、時間線量計を、携帯の線量計を持っていただいて、つぶさに測っていくと、このことについて安全を確保していきたい。なおですね、私どもとしては、これはあくまでも夏休みまでの暫定的な措置でございまして、この点について、日々注意深く、この数値を見守っていきたいと思っております。なおですね、数値がずっと下がらないところについてはですね、これまた特別なまた配慮もしなきゃならんと思っております。
福島みずほ君。RCRP は大人と子どもが一緒でいいって言ってるんですか、文科省は大人と子どもが一緒でいいと考えてるんですね。高木文部科学大臣。もちろんそのような見解を専門家の皆さん方からもいただいております。福島みずほ君。大人と子どもと一緒でいいと文部科学省を考えているということでよろしいんですね。高木文部科学大臣。この数字については私たちはそのような基準に基づいて判断をさせていただいております。福島みずほ君。大人と子どもで一緒でいいということですね、確認させてください。高木文部科学大臣。そのように判断をいたします。福島みずほ君。水道水は乳児違うじゃないですか、大人と子どもで一緒だって文科大臣言うこと大きいですよ。福島みずほ君、質問者どなたに質問をされておりますか。はい、ちょっと待ってください、もう一度。はい、総理、震災対策本部、20ミリシーベルト出したの総理なんですよ。これ、大人と子どもと一緒でいいって答えてるんですよ、いいんですか。菅総理大臣。私はこういった問題について、決定をするときには、原子力安全委員会の助言を求めるという形で、物事を、まあ、進めるべきだし、またこれまでも進めてきているつもりであります。もちろん専門家の皆さんの中にもいろいろな意見があって、今福島さんが言われたようなご意見もいろいろと議論されたというふうに聞いております。そういう議論の上で現在の先ほど高木文科大臣が申し上げたようなことについて、原子力安全委員会もそういう扱いでいいという助言をされたことを踏まえて、そうした決定をいたしたところであります。福島みずほ君。でたらめな原子力安全委員会の助言なんて聞かないでくださいよ。大人と子どもは違うべきなんです。だから大人と子どもは違うべきであるにもかかわらず、それをいいと言っている内閣はダメですよ。で総理、先ほど浜岡の件で、先ほど事故が収束しなくても検討しなくちゃいけないとおっしゃいましたね。それ浜岡原発考慮して止めてください。事故が起きたら政府の責任ですよ。日本が破滅するのを誰も見たくないんですよ。脱原発、まあ、段階的廃止、とにかく浜岡は止めてください。総理がそれはできるんです。経産大臣も実は法律でできるんですが、総理決断お願いします。菅総理大臣。菅総理大臣。先ほど申し上げましたように、いろいろな意味でのご指摘を十分踏まえて検討してまいりたいと思います。福島みずほ君。はい、G8 で総理が、はい、G8 でフランスに行かれます。これだけ世界に迷惑をかけ、あるいはすだまじい事故が起きて現在進行形、総理段階的原発の停止であれ、日本がそれについてメッセージを出すことが日本の再生のメッセージにつながると確信をしています。自然エネルギー促進を含め総理の決断をお願いします。もういいですね。はい、以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。